尋常に。はっ。一本目。はい。はい。はっ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 。あ、テス。テス。テス。おはようございます。はい、高田馬場警察のダブルです。今日も多数のご来店、誠にありがとうございます。シーサム警察の皆様、はい、見てらっしゃいますか？大丈夫です。シーサム警察、そこいますからね。シーサム警察がいますからね、究極のね、はい、ポリスが、はい、ポリスが。じゃあ、今日はですね、あの MKD ランキングバトル1月4日にやったトーナメントの、結果を踏まえてランキングの方を決めさせていただきました、はい、ランキング1位、6、そしてランキング2位、タケヤン、ランキング3位、イデア、ランキング4位、田中、ランキング5位、ガロボ、ランキング6位、D1、ランキング7位、D3D、ランキング8位、死にかけ、9位、シンゴ、10位、不枠、まあこんな感じで結果を踏まえて、デビル、品川、浅見葵、鳴沢優、姫ちゃん、山子、里ゲットとなっております、はい、で新規が、4126微分、マグロマン、マダオ、ヤマさん、ザコ、チキン、コウセンレオです。はい、はい、あ、まあこんな感じで野地屋景色で、どんどん下の方からどんどん対戦を進めていくというような、というわけでチキンがやってるのでコウセンレオ乱入だ。じゃあそうですね、じゃあいきますか。戦いはもう始まってます。始まってます。いきますよ。新サムライスピリッツランキングバトル大会、はい、始めたいと思いまーす。これは野地屋形式なので実費でお願いします、はい、ワンピーガはチキンナコルルですか？ツーピーガはナコルルなわけないですか？あー、シャルロットですか？ゴミですね、ゴミゴミムーブそして光線レオは原案ということで、じゃあここから始まる新サムランキングバトルということで、ランキングバトル、結構みんな真面目にやってくださいね、はい、劇場版ミカロという企画で、使うのでお願いします。よろしくお願いします。真面目に上位に行ってくださいね。よろしくお願いします。というわけでワンピー側が、いろんなゲームが強い、闘魂烈焰も強いチキン選手、闘魂烈焰今チャンピオンですね。そうですね。で、ツーピー側、光線レオ選手、光線レオ選手もストリートファイターカーニバル、いっぱい出ていただいて、なんか何やってもうまい選手ですね。これだから何勢なんですかね、そういえば。そうですね、今度聞いてみたいと思います。もう何やっても強いですよね、はい、そういうわけでシャルロットに対し、光線レオ選手原案で乱入ということで、あーもうほらもうゴミですよ。チキンポゼッション。もう D3D さんの言った通りのボタン使うんですよ。言った通りのボタンしかない。あいつにあれ D3D、 あいつに嘘を教えた方がいいですよ。めんどくさいから。強いんだもんだって。さあ D3D に対して、対空はね、タッチ中キックがいいよ。タッチ中キックがいいですよ、うん、ベアクロー当てていく。光線レオ、さあ怒りゲージがマックスだぞ。さあ蹴りで押し込んでいく。しかしやっぱチキン選手うまいですね。ああいう技の割り込みはセンス。おーっと、チャラボー、膝蹴りを打ち込んでいく。おっと、宙切り返してジャンプ。ここは対空間に合わなかった。チキン膝スライディング、ベアクロー、いいよあるよ。あー大切り当たってしまったが、ベアクロー、いいよレオさん、多分チキン大将知らないよ、多分それで分かんないですよ。分かんない。1-1。さあチキン、まあでも最悪バッタやってるだけで相当シャルロット強いので、まあ鬱陶しいですね。そうですね、新サムポリス の D3D 枠、どう考えてもいいですキャラ、ぶっちぎりとまでは言わないけど、まあ右京がいますんでね、ぶっちぎりが S キャラはやっぱ右京、そしてその2番手につく、キャラランク的に強いと呼ばれているのがシャルロット。立ち回りも強いし、あれですね、ジャンプ攻撃の押し付けも強いということで、はい、あやっちゃった、やっちゃったちくしょう。ここで9対9。スプラッシュファントを使わざるを得なかったのか。あ、何があいつ、ほんとにもう、あ、さあチキンが余裕の表情で毒斬りをジャンプ。あ、いいよ、肉取って、よしよしよし、少し回復しましたね。あ、すぐ減らされちゃいましたけど、チキンスプラッシュファント使えるよ。スプラッシュファント使えるよ。ボタン連打だよ、ボタン連打超強いよ。前入れてながら連打だよ、連打してればいいんだよとか言って。さあどうなるか、あと26秒。光線量もでも集中力、あー飛びが通って、勝者チキン、お見事。 D3D の教え通り、くそ。じゃあ次、じゃあチキン勝利。ザコ、じゃあザコ、ザコ選手います。あ、ザコ選手いましたね。なんと初代サムライスピリット勢からザコ選手が新サムについに乱入してきたぞということで、 2P 側へザコ選手乱入して実費でランパート始めてください。ザコ選手は実はガロスペのランキングバトルで、キム使って鬱陶しいぐらい、勝ってらっしゃいましたが、
さあザコ50円玉がないのか。50円玉ないそんなこと実況する。俺があげますよと D3D から今軽くカツアゲして、今ザコ選手が乱入しましたね。さあザコ選手何を使うんでしょうか。何使うんだ。あー原案ですね。またかよって、またチキンが。さあザコ原案ツーピー側へ。もうチキン選手はね、何やっても強いからやば。あ、ザコ選手いいですね。クソムーブですね意外と。さあジャンプ大キック、おっとスラからのチャランボ画面端、1回バックステップで様子見。イカルゲージが溜まっているのはシャルンとチキン。おーっしゃがたい。あーキックボクサー守る的なチャランボ、すごいですね。後ろ友役スープですかね。そうですね、ラバーメンとか出てくるんじゃないですか。ラバーメン何がラバーメン。あーイザゲリじゃあランボが入る。さあ体力同じぐらいでしょうか。さあザコ選手ここはどうやって立ち回る。そうか、初代サムスピ勢、言うてもサムスピ勢強い。さあここでスラ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 からのスラとはスライディング。でチャランボでしょ、あー一歩でシューザコ。もうザコ選手もねこの手のクソムーブやっぱ。あでもチキン選手と手が合うかもしれないですね、うん、似てる。結構似てますよ、ね、似てる、はい、ファイトスタイルが基本的に、ね、基本的にうまいのにクソムーブに徹してくるっていうところで、惑星を滅ぼしていくスタイル。そうですね、惑星を完全に破壊していくスタイルです。さあ放送禁止ゾーンからの上げ、シャルロットチキン。さあここは距離を取る。一回ジャンプ大切り、おっとスラスラ。あ大切り相打ち OK。 あすげえチキン、よくわかったね今。チキンあれ伏せからのシャガ台当てるといいよ。おー、シャガ台開いた。さあどうなるか。このゲーム下下で伏せとかありますからね。そう下下で伏せですね。そうですね、放送記事。ああそういうね、そういうガルモンみたいなことやらない、伏せてんの分かんないより。さあ目押しでシャガ台当てていく。ぶっ放しでしょうか。チキンが体力有料と2発11。いやー教えなきゃよかったな。余計なこと教えて、余計なこと言わなきゃよかったって、うん。さあザコ選手のスライディングか、それともシャガ台のチキンかというところで。さあまた隠れた、飛ばせてバッター、おっと出し投げ。この辺り素晴らしいインサイドワークを持っているチキン。あっと潰される。出がかりにスライディング。さあっと先出しはまずいですね、先出しはまずいですね。ちょっと読んでいかないとダメですね。先っちょだけ、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 ちょっとだけ、ちょっとだけ、先っぽだけ、先っぽだけ入れてんじゃねえか。ふざけんじゃねえよ、ちゃんと入ってますよ、ふざけんだみたいなね。あー、チャランボー。ここはザコが落ち着いてクソムーブを押し付けていく。おっと、怖い打ち、あ、いかった。あー、ズリ、あ、見えない。あー、スライディング。あー、ジャンプ台、そこでジャンプ台かよ。さあじりっとしたこの差し合い、あーあー投げ返した、減らねシャルロッタ投げが弱い。あ、死ぬ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 、あ、ユーチオッケーじゃないの、死んじゃうっつうの。どうだどうだ、あ、投げたり減らねっつってんだよ、違う技にしろ。泣かないのか、チキンがやられた。ザコ勝利、勝者ザコ。ヤマさん、ヤマさん、ヤマさん、じゃあワンピガーに乱入してもらっていいですかね。減らねんだあれがまた。いやだからあれ、あれですよ、なんだっけ、伏せて、伏せて大喜利ですよ、伏せて大喜利。じゃあズビ側、やなんだっけ、山さん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 、源十郎、山さんさん、山さんさんの源十郎。じゃあ勝負。さあここは一旦距離だ。まあやってることは一緒ですね、やばいですね。スラ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 チャランボ、スラスラチャランボに持っていきたいところ。しかしここは転がりを使って山さん距離を詰めていく。やっぱりあの三連殺の使い方が非常に重要になりそうな感じがしますが、あー潰される。じゃあこっち返す。しかしベアグローが先に刺さる。ガリガリザコのクソムーブが光るので、有識者の有識者に D3D にして解説してもらいたいと。審査部警察をお呼びします。審査部警察、これどうやって返せばいいんですか。源十郎、源十郎はまあショーキックガードした後にしゃがみ中切りで切り返すのがいいですね。さっきみたいにあの相打ち OK で、はい、ダメージ勝ちしていくのがいいと思います。なるほど、じゃあここはしゃがみ中を駆使していきたいところ。そうそうそう、おっと3連殺一発だけだった。
サイカリゲージ邪魔ってる。あーまた来やがった。頑張って、あーダメ、押し切っていくザゴ一歩選手、まあ、あとはバックステップで逃げるっていうのが、あーまあ一回距離を取ってリカバリーしてスクリ仕切り直していくっていうようなね立ち回りをね、垂直ジャンプもいいかもしれないです、ね、なるほどね。じゃあこれで山さんさんちょっとここは頑張って対処してほしいところ。ザコ選手はもうこれって決めたらもうそればっかやってきますからね。ここだけは注意して。おお、もういいよ。あー無敵だったー。チャラボワンダロン奪って、あーもうあった、起き上がり、膝蹴り膝蹴り、どこのキックボクサーですかねこいつ。やばいやばいやばい、大切り、あ大丈夫か、まだピヨってない。あー裏回ってチャラボ、もう分かったよというぐらいの膝蹴りの数が叩き込まれてザコ勝利。マダオさん、なるほど、源十郎はやっぱりすごい技術必要なんで、技術結構テクニカルキャラということで練習しないと動かないんで、なるほどね。じゃあマダオ選手ワンピガに乱入してくれ。膝蹴りスピリッツみたいな状況になってます。新膝蹴りスピリッツというような。さあここはもう、おいいですね、 S キャラ来ましたよ右京。まあ、右京はね、いろいろ技揃ってますからね。そうですね、あれはもうバックステップツアーまで何もできない、何もできなくなると。おーっとジャンプタイム、ここはクルタイク落としていくな。まだ右京、さあ将棋にで、タイク落ち着いてしゃがみガード、さあ一回の距離を取る。さあバックダッシュ強め返し、これなかなかコマンド入力がシビアになってるんですけど、まあ、初代ほどではないんですが。さあと残影剣を潰して、しかし薬液で押し込んでいく。しかしチャランボ、さあ体力今のところザコ選手攻めざるを得ない状況。ジャギリワンちゃん返していく。さあ差し合い、あ肉これ重要、あー原案が取っている。しかし投げていく、追いついた、足払いからの三重拳、いいですね。まだ一本選手、画面の8割ぐらい右京の攻撃圏なんで。あ、なるほど。玄関の2キャラ分ぐらいしか多分玄関の場合ないです。あ、なるほどね。やはりオールレンジがやっぱり右京の強さということで、はいはい、オールレンジな攻撃範囲を持つ右京。さあここはダイスラで返していく。さあしかしスラスラチャランボに全てをかけているザコ選手、押し込んでいく。残影剣将棋に返していく、割っていく、あ、うまいよ、ジャンプでかわして、ザコ、おっと、ベアクロと将棋の差し合い、危ない、将棋、あー、つながってない、足払い、一発挟んで、足払いで、おっぽろって、あ、爆弾邪魔くせ、危ない、危ない、危ない、さあ、右京が押し切った、まだ追い越せ、勝じゃない、勝ちですね。じゃあ、マグロマン、2ピガーに乱入してください。この右京に勝つのは大変そうだぞ、頑張れマグロマン。ちなみに八王子の知り合いなんですよね。あ、マジですか。20年前からずっとやってる人です。あ、本当ですか、八王子八王子にいる人ってなんでゲームこんなうまいんですかエアガイツ仮面ハメコ哲也まったくもうみんなしてうまいんだから。じゃあマグロマンが使うのは10名10名どうするんですか、右京に入って。10名右京は結構いけますけどね、右京の切りを伏せればいいんですね。ああなるほど、伏せを有効的に使ってカウンターを取っていくみたいな、はい、そうですね。なるほどね。残像後は10名の方が有利なんで、おう、はい、そんなに苦労しないというか、まあ絶望しないです。なるほど、戦っていけないことはないということで、はい、じゃあここはマグロマン注意したいところ。さあゴマスラーだ、おばまだ生きてる、わからん殺しです、それ。わからん殺し。ネタなんですね。おっと、財源、財源。やばいですね、この右京。この貝争いに、この右京ですよ。危ない、将棋に返して、回転、読まれて、投げ捨てる。さあ、右京、バックジャンプの染め返し、やると思ったよと。裏回り。これ、やばいですね。裏回り、やばいですね。ちなみに中と大の残像だと表に残るんですよ。え小残像で裏に回って中大で表に残る。なるほど、ゴミですね。ゴミです、ゴミですね、やばいですね。さあここはマグロマン頑張ってほしい。なんかないのか、なんかないのか。さあジャンプで近寄ってザイク、ここはナイスカー、あと食らってしまった。将棋一発返していくマグロマン、おいよ出直せ、投げていく、
おい、おっと新型を、ここは読みが外れたか。あー連続技、財布に繋がってつまみ返し置いてある。あー起き上がり、これはあかんね。表表一回切り返して、あーしばらいが先に刺さる、すげーな右京。さあ垂直ジャンプで様子を見ていく。あー将棋に対空勝ったのはまだ王お見事、うとしいな。じゃあ微分さんいる、微分さん、微分さん 1v1 にじゃあやっちゃってくださいあいつ。右京ナコルルじゃないですかね。ナコルルですか。今日は愛を、表現していく微分さん。あの残像の1体目が見えたらアンヌ娘確定しますんで。なるほど、残像の1体目が見えたらアンヌ娘をぶっ放せと。今 D3D 審査警察が貴重なアドバイスをしている感じ。さあ鷹を使っていく、足払い刻んで危ない危ない。さあビフンさん頑張ってほしいですね。ビフンさんもね基本的にストリートファイター能力が高いんで、なんとかこう対処してほしいところなんですが、ナコルルってどうなの、キャラランク的に相当下、相当下ですね。今ビリから2番ですかね。ビリから2番目、まあ、永遠のビリだったんですけど、永遠のビリが最近1個上がったと。ちょっとだけ上がったんです。ちょっとだけ上がった、まあ、もうすぐ抜かれそうですけど、もうすぐ抜かれそう。なるほど、まあ、ナコルルをこう育てて強くしていくのは、まあ、開発、ナコルルを開発していくのはやっぱビフンさんの仕事なのかなっていうね。開発ですよ、強くする攻略ではなく開発ですからね。さあビフンさん早く開発して、いろいろ。あーすらまずい、一本選手まだお八王子は何かあるね。ゲームが上手くなる何かがね、やばいね、みんな強いもんね、びっくりしちゃう。八王子ゲームの虎の穴みたいな状況。おっとぬいぐるみパワースポット八王子、そうですね。さあここは将棋リー、いやー刻みもお前立ち回りも強い魔道選手。さあまあまあ、そんな感じです。あ、それ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 ですよ。あれ30いくつ減るから4回当てれば勝ちです。4回当てるだけの簡単なお仕事。そうですね。さあここは今のいいですね。わあ畜生遅かった。あーしばらい王者切り返した、無敵垂直ジャンプで押し込んで津波返し、当たってない、頑張ってビームさん。あーシャガダイスカったところにスカガク、ツバメ返しが置いてある。画面の8割方の攻撃範囲を持つ、あおっとぬいぐるみ、あしかしツバメ返し、起き上がりミートからジャンプで逃げる、時間がね、将棋に刺さって魔導選手勝利。じゃあザンサム勢4126、新サム勢 VS ザンサム勢ということで、しかしやるゲームは新サムなんでね、ここは4126頑張ったし、これもきついですね。これもきつい。京四郎、京四郎は相当やっぱ厳しい感じです。京四郎の天敵が右京ですね。なるほど、はい、キリが届かない、キリが届かない。有効範囲の外からの攻撃が待っているということで、さあ京四郎どのように一撃加えていくのか注目したいところ。4126頑張ってくれ。おっと飛びが入った、おお減ったな、いいなその火力。ガードして、ジャガシ回収、しかし大喜利が先に刺さる。三重剣がかっ飛んできてダウンを奪って裏、あっ来た、あれなんかどうすんだあれ。もうガードした後投げるぐらいしかないですね。あーなるほどね、押しのショーキックで反撃するとかそういうのしかない。そうですね、まあ今みたいにあのたまたまぶっぱがね当たればいいですけど、そうです、なかなかそういうわけにもいかないでしょうから、はい、さあここは理論上、理論を超えた戦いを要求されてる4126、4126泣かないのか、なんかヨガフレームとかあったじゃん、なんかいろいろやっていこう。いらない、あ返した、ナイス、あー当たっちゃった、ガード解いちゃった、裏回りのナイスガード返した。いやーしかし時間がないのに攻めていく416、その心意気。さあ飛び道具放って一削り、あー投げたよ、一本選手まと、今さっきの将棋であれ大切りだったら死んだんですけどね。死んでた、はい、あーじゃあ惜しかったですね。残像に大切りを事故らせるっていうのが、あーまあやっぱり勝ち目です。いい感じのダメージソースでやると、はい、おお当たった当たった、一発でピヨルンで、うん、だから4時のがやっぱりなんか読んで技を置いとくのが結構うまいんで、うん、ワンチャンあるような気もしないでもないですけど ね、 ね、残像にカウンターで大切りが入りしたりすれば、うん、ワンチャンあるぞと。あ、いたった、あ、いたったぞ、減るぞ、
あーうまい46ナイス、これはうまい。そして飛び道具、しかし死んでないのがミソ。削り1G。 これは魔導選手ちょっとワンチャン気抜けないですね。ただ言うても416差し合いが前にね、美味しかった今のは。さあまだ怒りゲージを保持している状況、慎重に慎重に立ち回っていく魔導。スライディング近寄って将棋に一発挟んで、結構減ったね。あーゲージが取れちゃった。あー再現あれですね。さあ総裁狙っていく。まだわからない、まだわからないぞ。ランサム勢だって審査もぐらいできるんだということで、しかし順当に2発連動技が入る。しかし怒りゲージが溜まったぞ。大義立派で何が上がるか、将棋に対空出し返して、あーっ転がって懐にだー大義りドラの台で返して、あー超ミルシン。削り合いを制するのはどっちだ。在英剣が刺さってまた勝利。お見事、惜しかった。惜しい、今の大義りだったら多分届き、間に合いましたよねえ。超ミルシンだったからガードされちゃったけどねえ。ちょっと里毛いる、里毛いない、山古夫いる、山古夫、山古夫いる、いない、あ、いた。じゃあ山古夫選手スピゴに乱入ってください、よろしくお願いします。もう間に合わないか、まだ先ですね、まだ先です、まだ先、大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあ山古夫選手が使う、おっと同キャラ、これ面白いですね。同キャラっす、おねえ、ちょっと俺先に予言しちゃうよ、勝つのは右京言いたいだけですね。青いカラーがマダオ選手で、今山古夫さんが入ったのがこの死体カラーと呼ばれているグレーの右京ですね。おっとここはフェイントからささめき、しかしスカ角狙ってしまう。もう一度打ち合っていく。おーっと、いきなりの上りつばめ、中段で誘っていく。さあ三重県ガードさせるか、しっかり角半バッチリ決めていく。マドウやっぱ強いですね、マドウ選手。おっとごちゃごちゃ三重県で押し切って一本選手マドウ。瞬間キャンセル残像踏み込み切りは1体しか残像が出なくて、はい、隙が一瞬で消えるんですよ。モズキャンセルみたいな、モズキャンセルみたいな状態になる。ああネタがあるんですね。初代切りからまずはファーストアタック、あれですね、あれですね将棋切り、まあいったネタも含めて右京がもうぶっちぎりのエースキャラというような感じの評価になっていると。あー厳しい。さあ起き上がり投げせるよ、慎重に攻めていきたいですね。おいおいおいお、差し合いブスッと差して、おっとこれつばぜり合い、このチャンス生かしたいですね。おっと両方飛んだ、ワンツビジャカンユリ。さあ、あー近寄ってきたところに将棋リー一時、武器は武器を落とすと最弱ですからね。ああなるほど、はい、武器を落とした時はもう、はい、武器を奪ってしまえばいい、赤ちゃんというような形で武器を落とした武器はもう病人以下、赤ちゃんということでね、そのチャンス生かしてナイスでしたね。ああ返した、裏回り、なんだそれ、お前だけシステムが違うのか足払いツバメ返しやると思った、ああ返した。いやー早い技が両者差し合い、飛び道具ジャンプでかわして、ああ踏み込んだけど、ああいいよいいよ、落ち着いて山古夫、ああジャンプだ、ああ障害タッパクだ、まだわかんない、まだいける、まだいける、まだいける、投げたナイス判断、そしてツバメ使って大喜利、もったいない、まだお強かった。いやー惜しかった。鳥くんいる、鳥くん、鳥くんいる、いない、いないか、なんか今日いなそうだな。ナルサユイいる、ナルサ、じゃあナルサユイ 2P 側に乱入するんだ。あ、チャムチャムですね。あ、チャム来ましたか、右京の天敵ですね、右京の天敵さあここでマダオの連勝を止められるか、ナルサユイ千葉霊子を選択していく。さあ
千葉霊光、千葉霊光はどうすればいいんですか、受け相手ダイスラです。ダイスラ、あ、同じですね、いつものセリフですね。同じです、はい、ブーメランは投げちゃダメです。ブーメランは投げてはいけないと、ブーメランはただの飾りだよと。さあ、スライディングの先っぽを当てていきたいと。先っぽだけ、先っぽだけ、あーっと将棋で先に刺される。あ、確かに右京相手に強そうですね、ちゃんとは。あー、それは裏だった。最後まで入って2ヒット肉取られてスライディング相打ちを取る。ブーメランは投げてはダメだ、ダメなんだブーメランは。どうだ、返して、危なかったな今。あー、すら、もう壮絶なスライディングの打ち合いですね。バーチャーストライカーまであるぞこれっていう。あとはダッシュ投げをやればいいんじゃないかと。そうです、ダッシュ投げ、あ、これですね、ブレイクスパイラル。あの、技振るとスライディングで蹴られるから技振らないんですよ。あー、なるほどなるほど。ダッシュ投げするし、そうかそうか、その固まってるところを投げていくっていう選択肢を。あー、それダメ、それダメ、大切りが去る。千葉霊子とブーメランを混ぜ合わせた全く新しい格闘技、チャブチャブ。ここは右京相手にいい立ち回りを見せたいところだが、将棋に返していく。ま、あ、まあ落ち着いてますね、マドウさん。あー、裏だってそれ、ずるい、頑張ってほしい。それだ、それですね。あ、ダメ、それダメ、あ、ダメ、ダメ、あ、いいですね、あ、いいですね、あ、いいですね、これですよ。もう連射装置つけるまであるみたいな、そんな感じっすよ。スライディングにスライディングと思わせて、スライディングと思わせて、スライディングみたいなね。そんな感じでしょ。ランダムで投げ入れれば、ランダムで時々投げを挟むみたいな感じで、はい、スライディングをスライディング、将棋で返していく。あー、不用意だったか、つまめが去る。裏、アドバイスガード、いいよー、ナルサユイ、ここはチャンスだぞ。投げ混ぜるといいですよ。あ、つまめ、あぶね、ナイスガード。あ、それはダメだ、それはダメだ、それはダメだ、千葉霊子。あっ、返された。あっ、返して、あ、肉取られた、ブーメラン、いや、それはダメだ。勝者、まだお見事、浅見葵。あ、いたいた、じゃあ、ツーピー側に乱入してください。あら、十兵衛右京、スタッフと一緒に枠では取り直しますか。まあ、ジューベはまあまだ試合になるんですよね。もうちょっとあの内側に、右京の中銀のちょっと内側に踏み込めればジューベの間合い、前、はい、そこで右京はジューベに切り負けちゃうんで。なるほど、とにかく内側に入って負けない技を振っていきたい浅見葵ということで、さあチータケを頑張ってほしいところ。おっと、いいですね、これですね、いいですね。さあ財源が去る、足払い、足払い、将棋のチェイ。さあ前を離して、お互い様子を見、様子を見てる。さあどうする、おお、いいですね、あれですね、あれですね、あれ、あれの、あの間合いは右京切り返せないです。なるほど、完全優位の間合いで浅見は、おお、いいですね、分かっている立ち回り、しっかり出していく。あれ中切りですかね、はい、さあ投げ捨てて、危ない、おっと、リンゴを投げてる暇に刺さる。しかしすぐに残影拳やり返していく。まあ直選手もやりますね。あー、裏、ナイスガード、返した、追撃そう、しかし無敵で抜けていく。あー、投げ、マジか、あと一発、あと一発、追撃そう、あぶれ、ナイスガード、ギリギリの前。さあ10秒、飛び道具の打ち合いから10秒、これどうすの、飛んで、あと2秒、あー、踏み込んだが将棋に。今すごいのは、和田選手は擦ってないですからね、目押しで将棋に押してましたね、ちゃんと。一方選手6人抜き、どこまで進むのか。でも浅見さんも悪くないですね、立ち回りはね、全然いけますね、ワンチャンありますね、まあ、どっちが勝ってもおかしくなかったですからね。意外と僅差だったかもしれないということで、さあこれ、いいよ、よく見てる、あ、よし、取っていきたい、おー、それだ。画面端であの残像をガードすると反撃確定するんですよ。あ、なるほどね、硬直短くなるんで。ああ、画面端であると硬直が短くなると、はい、それは熱い情報ですね。いろいろあるんだな、新サムも。あ、投げた、こういったクレバーな攻めがうまいのもまだお。あー、いよいよ発生保証、当てていく、これはダメージだ。あー、タイクー、いちいち、いいですね、浅見さん、
まだあるぞ。10米で受けを狩る。こんなに気持ちいいことはないのではないかと思いますが、さあどうなるか。1位からの3本目勝負。あっといきなりあのヘリ、ゆかりゲージとは無情でございます。あっと危ない。これ以上の追撃はちょっと危険ですね。あー、勝利当てた。ナイス。あー、残影剣かくあん。さあここは返していく。10米の間合い、しかし前を外してつまめ返し、一つ削っていく感じでしょうか。さあ飛び道具スイゲスト、安全な距離からの飛び道具のうちに、あれ、ナイスガード、ガードして返していく、近寄って出直せ、発送発破。削るっていうのも一つ。あー、死ぬ死ぬ死ぬ、死んだ。大斬りキャンセル残影剣、勝者まだお、こいつの連勝を止めるのは誰だということで、じゃデビル品川選手乱入の方お願いします。今のは大発送葉っぱで削り切れましたね。削って OK だったかなって感じですね。あーあー、これはあーきつい。デビル品川選手的にちょっとこれは相性が悪いということで、でもしかし陽一郎君ワンチャンありましたからね。そうですね、大切り大切りに全てをかけましょう。そうですね、でも品川選手も確か立ち回りすげえ上手いんじゃなかったでしたっけ。はい、スカカクとかね。さあこれは大切りに全てをかけていきたいということで、審査もコップがあまりに結構厳しいという組み合わせではございますが、肉取られて起き上がり飛び込んでくる窓。あー、ダイ入った。もう一発当てればピオル。投げた、起き上がり。おっ、三重剣投げせて、体力リードは窓。あー、つまめ返し、つまめ返し。さあ起き上がり、リンゴからナイスガード、大切り。ここは窓、さすがにガード。あー、つまめ返し、折り際、足払い刺さるけど大切り入ってない。落ち着きたいですね、落ち着きたいですね。デビル品川どうだ。あー、将棋リス科学まだ落ち着いてる。一本接種。さっきのツバメはタッチガードすれば死んでましたね。そうですね、タラスコでもし、はい、デビル選手がタッチガードしてたれば、はい、もったいなかったですね。まあ全て結果論でしかないのでしょうがないですね。まあでも理論上勝てるっていうのが分かるだけでもね。おーっと、だおい、減ったぞ。おい、あ、投げ捨てた。さあどうするんだ、将棋り、危ない危ない危ない、今連続技ありますからね、注意したところ。さあ大斬りを絶妙のタイミング、ともあいで振り回していくデビル。あー惜しい。あー惜しかったですね、今大斬りいけたのと思うんだけどな。あー、うまいうまいうまい、やる、惜しい。あー惜しい、繋がってはいなかった。竜巻旋風脚から落ちる。いいよ、差し合いを制していくデビル。いやー、でも集中力切れてないですね。いいっすね、足払い。さあお互い技を決定し合って、いちいち危ない危ない。ここで死ぬわけにはいかんと、デビル品川まず1本取り返していく。さあ3本目、いやーいきなり、おっと足払い、追っ払ってガード、あっと、あと危ない危ない、途中からナイスガード、立ちガードして、さあ前詰めて足払い、勝利で返して残影剣。怒りありますからね。当たれば殺せます。当たれば殺せる。当たりさえすれば。当たりさえすれば。あ、肉、うっとし、取られた。危ない。お互い技が空を切る。さあ、ここでつばぜり合いを勝ちたいところ、制したい。残念。押し込んだだけでした。武器は外れなかった。ああ、大斬り、しかしゲージがなかった。残念、いかせなかった。ガードして、足払い。あー、だい、アピオタ勝ったのはデビル、お見事。素晴らしい、おめでとうございます。天敵退治、お見事。もうあれしかないですからね。まあそうですね、でもマダオ選手もありがとうございました。天敵は一撃で倒さないですね。フワク選手、じゃあツーピー側に乱入してください。よろしくお願いします。いやー、これがあるからサムライスピリッツはやめられないということで、デビル品川連勝爆進中のマダオ選手をついに撃破。京志郎でも右京に勝てるんですということで、そして今ワンピがフワク選手のハオマル。さあ
このキャラはどうですか。これはいい勝負するんですけど、割と五分。そうですね。強城の方が性能高いんですけど、ピオリやすいんで。あ、なるほど。はい。あのダメージ食らったら、あの結構守らないといけない。なるほどね。連続してのダメージは避けないといけないということになりますね。ここはしかしフワークがまずは体力勝ちしていく。おっと武器を落とさせた。さあ肉を取って回復。少しだけ回復。さあマイカンリー。あー残鉄戦。そして巴投げ。旋風烈山重ねて烈心山完璧な立ち回り読み勝っていくのはふわくハオマル一歩接種。まあでも京城は体力ゲージあんま関係ないですから。まあねそうですね相手に3発ぐらい死ぬんで、まあ、とにかく、まあ、自分の体力はあんま見ないで、そうですね、こっちが当てていくみたいな神経の、はい、ダギリ当てれば、はい、なるほどね殺せます。台を当てていきたい台を当てていきたいと。さあ中間距離かな小中と繋いでいく。おっと飛び道具出していた当たってしまったら。さあシャガチュウ距離を取る。今度は今体力同じぐらいですね。さあどちらも大ギリの破壊力が高いキャラクターということで、レシーザンギリギリかわして大ギリ、ここはナイスガード。しかし巴投げに切り替えていく。フワク飛び道具放ってガード誘って大ギリうまい。誘っていたのか大ギリ。さあ削って削ってふわくはおまる勝利おめでとう。シンゴいる？シンゴいる？いない？死にかけいる？死にかけいない？いないっぽいな今日な。じゃあで D3D 試合です。僕ですね。よろしくお願いします。今日何使うんですかね。はおまる。はおまるですか。そうですか。ついに D3D の狂気が片鱗するかもしれませんね。解禁はおまるということでブラックのカラー審査もポリス D3D 2P 側へ。さあ有識者が勝つのかそれとも不枠の読みがうまいハオマラが勝つのか。ホワイトカラーが不枠ブラックカラーが D3D ということで。さあまずは巴投げ。柔道の試合のように巴投げを連発し合う両者。飛んで大切り中切りダッシュですぐ前へ詰める。さあお互い怒りゲージが溜まっている状況。投げ捨てているのは D3D 画面8追い込んでバックステップ肉取ったけど烈心さんが去る。さあいい勝負巴投げ投げを巧みに使い分けていく。あー中切りここはフワクがまず一歩接種していく。いいチャンバラでございます。さあ後がないぞ D3D。さあローピックで止めていく判定が OK。 おっと何だそれ繋がってんのかすげえな。あそれ中切りで返して。さあフワクが何かを狙っている。ローキックで返していく。ここでゲージ無敵を使って抜けていく。フワクおっとマジかよ攻撃弾。そしてつばずり合い。ここ勝ちたいところ両者両者の武器が飛ぶ。さあここはお互い体を入れ替えて武器を取り合っていく。ロキック足まで重ねて起き上がり。おおすごい。さあ試合小切りで制していく。シャガ勝でしょうか。もう一回大切り。ここはナイスガード。ロキック挟んでシャガ中から大切り。うまい D3D11。 3本目勝負。さあ、ナイトマルクも最終ラウンド3本目烈心さんナイスガード。ローキックパカン取っていくのは D3D。 さあつばぜり合い。同時に攻撃が発生すると、行われる演出となっております。さあ武器を取れと。ここは取らせていく。シャガチュウ一旦距離を取る。狙うは斬鉄戦でしょうか投げでしょうか。時折投げを混ぜていくのが非常にうまいクワク選手のホーマル。さあバックシャップで打てフェイント中切り烈心さん肉取って体力リードあるぞ。あーと思い投げ勝者フワクお見事。いやーまさか審査部ポリスがここで敗れるということで。 D1 さんいます。 D1 さんあいた。じゃあ D1 さん 2P 側に乱入してください。さあランキング6位 D1。 まあよく本番負けますね僕は悔しそうだぞ本番弱いんすよまあね
やっぱあの差し合い結局読み合い勝負ですからね、なんだかんだ言ってもね、上手い人同士はね。さあ、まあ、特に同キャラでしたし、さあここで現れた D1 ジガーということで、まずはファーストアタック、フワクが取っていく、デコピンで返して中切り、おお大切り、まあ、おっと立ち合いキックで対空、うまいですね、考えた思った通りに試合が進んでる感じでしょうか、フワク選手。さあ D1 ジガー、ここはどのようにしてこの選曲を脱出するか、中切りの中切りの先端からどうやって入るか、なるほど、あーっとあれがすごいきつい、あれがきついと、あの間合い、あの技、D1 ジガーを近寄らせないやつに、まずは一本選手、フワク。基本的にはジーガーの方が弱いのかな、ハオマルよりな。そうですね、ハオマルジーガーはハオマルの方が有利、やっぱり有利ですよね。アウト大一撃はこっちの方が重い、なるほど、おでこピンビヨッタ、はい、さあ D1 が立ち台キックからのスライディング、ひよると全部持ってかれちゃう、タワーブリッジ素晴らしい削り、あとと何もなかった、投げていく、怒り怒りですね、あっとでこピン危ない、当たってない、おっあー削り、1ラウンド目と対照的に D1 ジーガーの攻撃がまるでしてやったりのごとく入っていった感じ。さあ1-1、3本目、さあここは慎重に立ち回りたい不惑、そして怒りゲージが溜まっているのは D1、 さあまずは巴投げ、さあ今から投げていく、出鼻をくじいて中切り削り、距離当たる、転がって足まで酔っ払って、おっと立ち台キック、対空投げていく、さあこの体力差、あー当たっちゃった、旋風レザーデコピンで返して、またデコピン、裏回るけど投げが強引に入る、レシーさん無敵に抜けて、あーこれですね、そうですね、この距離感が、またレシーさん削り勝ち、不惑お見事、あの距離が邪魔なんです、あれがあなっちゃうともう鳥かごっぽくなっちゃう感じなんですね、ガロボーは、今デキンです、はい田中さんいる？田中さん今日いない？見てない、ね。いないですね。いなそうな感じ。イデアいる？イデア。イデアじゃあ 2P 側に乱入してくれ。ワンピー側。不惑ハオマル。2P 側。N ワイン勢。若き侍。ブリキワ勢。若き侍シャロット。イデア。まあイデア選手もねセンスがある、プレイヤーなので。どこまでこのフワクさんに肉薄できるか注目したいところ、とは言っても使ってるの強キャラですからね、そうですね、ありますね、これはね、普通にやるとハーマルの方がかなりきつい、かなりきついです、ね、ダッシュ伏せが使えると互角ぐらいになる、なるほど、そう今日のフワク選手はもうぶっ放しもキレキレですね、当てていく当てていく、攻撃だ、さあイデアが地上戦に持ち込んでいる感じでしょうか、シャガシオシャガチュウと巧みに切り替えながらいって、おっと空対空飛んで大切り、しゃがない当たってない、逃げる、距離を取る、不惑怒りゲージ溜まっている、この状況大切りだけは食らいたくない、イデア、さあゲージが減少して共に飛び飛びに手を染めていく、レシーさん呼ばれたし、あつながってね、あー危ない危ない、大大で死ぬかと思いましたけどガード、あーもったいない、こげつのぶっぱ昇竜拳投げ捨てる、さあイデアが何をやっても裏目に出ている感じでしょうか、今のレッシーザンはしゃがみ大喜利ですね、しゃがみ大喜利で返すと死んでた、なるほど、もったいなかったですね、そういう意味ではね、あれはイデアさん勝ってましたね、勝ってましたね、勝った試合を捨てていくイデア、うまいですね、これですよ、差し合いからの安定の長い、そして威力の高い大切りを当てていく、あーそれは不用意、あーこあ攻撃さん潰した、レシンさんガードして、将棋に2発振っていく、中切りが去ってレシンさん怒ってかわして将棋に、さあイデア体力勝ち、あーまたそれか、動いたところに、あーチョイス武器破壊技、ブラッシュグラデーションが入って、あれですね、イデアが1日へ、さあイデア、あー何やってんの、何やってんの、攻撃弾をもらってしまうイデア、あーこの形使って投げる、
狙うは巴投げ飛び道具イデア空対空刺されて将棋振って、あー大斬りかよお前、投げたヘラで安そんで足払い大スカットところに大斬り斬鉄戦勝者不惑お見事。さあじゃあランキング2位タケヤン乱入してくれ。いやマダオ選手の大連勝とその後に続くデビル品川が潰すも不惑の大連勝が続いてついにランキング2位タケヤン選手の原案が現る。ワンピー側不惑ツービー側タケヤン原案、これはどっちが有利なんでしたっけ。ちゃんと使うとハオマルの方が有利です。やはりテクニックを駆使すればハオマルが有利、はい、あの威力差が使えない。なるほどね、火力の高さがどう考えてもこう覆すのは難しいと、はい、これ体力差がついてしまった相当原案的には厳しいと。そうですね、いうような状況。原案はあの攻撃の間合いにそんな幅がないんですよ。ああなるほど、はい、だからあの爪の外って取られやすいんです。なるほどね、じゃあ攻め手が限定されてしまう状況の中、そうです、ね、おーっと旋風烈さん2発オートドローリング竹谷がぶっ放していく。さあベアクローでチクチクいきたいがローキックで返していく。ふわく削りが大きい、あっと旋風ってねを見せていってローキック一本選手ふわくハオマル4人抜き、5人抜きまでいくかどうだ竹谷。判定そのものはゲンアの方が強いから間合いをうまく進めないといけない感じ。なるほどね、はい、さあ竹谷がどこまでその自分の間合いを認識して戦っているかどうかというのが注目になりますが、言うても竹谷選手もね新三大会優勝してますからね。さあどうだ、はい、クータイクをドッとしてファーストアタック勝負の刻みで様子を見ていく竹谷。アロボー選手との前回の大会の決勝戦はなかなかの名勝負だったと思われますが、さあ毒斬りを吹いていく、毒斬りを吹いていく近いだぞ。さあジャンプ大キック近寄ってきた、ローキック竹谷がスライディングで追っ払っていく。いやー間に将棋にローキックと放って返してくる、差し込んでくるのがうまい不惑。あー毒斬り読まれた、飛んでやっぱり巴投げ。さあ竹谷完全に混同されているのか、頑張ってほしいところ。あーレシンさん置いてあった、飛び道具重ねてベアクロローキック対打ちになる。あー時間ねえ時間ねえ竹谷時間ねえ、どうしよう。あーあーじゃらぼー時間がなかった足りなかった。勝者ふわくんお見事。じゃあファイナルマッチ、ファイナルマッチいきます。ハオマル同士現在ランキング1位6ハオマル VS ふわくハオマル。じゃあ6さん準備ができたら 2P 側に乱入してくれ。勝った方が MKD チャンプ、つまり帝での新サム最強を名乗れるということになりますね。 1P 側フラグ 2P 側6。じゃあ準備ができたら試合スタート。ポイント2の挑戦者ありということで 1P 側フラグホワイトカラーハオマル、 2P 側ブラックカラー6ハオマル。6さんの方がダッシュ伏せが使える。なるほど、技術的に、技術的にダッシュ伏せといったテクニックを、6さんが、まあ、かなり使いこなしていると、はい、そのあたりどのように試合に、展開していくか注目ということでね。でも同キャラですからね。まあ言うてもね5部ですからね。さあここはまずはつばぜり合い、体力半分ぐらい約4割ぐらい減っているのが6さんですね。さあ武器を拾えよと、ここはバックステップ。さあジャンプで攻めていくが、ローキックで返していく、しゃがみに。あのローキック、判定強いですね。そうですね、ハオマルの中距離の要ですから、ね、要、いわゆる立ち小キック、ね、小中キック、しゃがみ中キック、なるほど、しゃがみ中キックね、はい、あ、これ強いです。さあ、伏せを駆使していくが、強引に投げていく、深く飛び飛びで攻めて、ここで怒りゲージ、おーっと動いたところに中切り、しかしすぐに差し返して、新さん、また中切り、6のムーブが戻ってきたか、ピヨったか、ピヨってたズバーンということで6ハオマルまず一歩接種。ストリートファイター同士の素晴らしいバトル、まずは6が一歩接種していく。さあ怒りゲージが溜まっているのはフワクワンチャンあるんでしょうか。さあまずは大切りを見せていく、中間距離、あーうめえ置いてあった、そのまま投げる
ジャンプ台中切りすかして、あ、不正の使い方うまいですね。ロキック、あぶね、あー、昇竜当てた。マジか、なんかうさんくさいですね。うさんくさい感じですよね。ちょっとね、なんかうさんくさいぞ。何が見えてたんでしょうね、きっとね。ダッシュしてしゃがみ中かなんかがバケタっぽい、バケタ臭いのがで当たるっていう、ありえない昇竜拳が今、伝説の昇竜拳が、世界を取った昇竜拳が見えます。肉取ったし。さあ、ふわくん、なんかないのか。おら、大喜利、いよいよいよ、なんかないのか。あー、やりすぎでしょ、それは。勝者6、お見事。2015年2月21日現在 MKD チャンプ、そしてランキング1位は六ハオマル、優勝おめでとう。じゃ一応ヒーローインタビューじゃあしますか。六さんごめんね。じゃあカメラお面にするか。じゃあ顔出し NG ということで、今日は微分さんのお面を今微分さんから今借りて、殺した微分さんから今奪う。しょうがないですね。こっち側に来てもらっていいですか。すいません、申し訳ないです。 OK、 あ、弾来たぜ。いくよ皆さん、この人が6さんですよ。変質者みたいですけど、はい、6さんでーす。握手。どうですか、今日の戦い振り返って。いや、一戦しかしてないんで全然なんかまだまだだよと、はい、まあ前回のトーナメント優勝した、まあ、結果がね、はい、今回のランキングに、反映されているというようなランバトになってるんですけど、はい、覇王丸いつも使って強いじゃないですか、六さんって、はい、どうですか、あの右京とかシャルロットも十分覇王丸で殺せると思ってる感じですか。いや、勝てないですね。やっぱり微妙にきつい時はきつい、はい、でそういう相手と当たる時はどうするんですか。いつももう運ゲーですね。運ゲー、無我夢中で、はい、自分の立ち回りをしていくと、はい、で、あと決勝戦の富岳選手の試合、なんか途中でなんか神がかった昇竜拳出してましたけど、あれはなんか暴発しましたでも当たってくれたんで、当たってくれた、まあ結果オーライかなみたいな感じで、はい、じゃあ今後ね、まあ、あと2回かな、新サムのランキングバトル、ミカドでちょっとやっていきたいなと思ってて、まあ、ちょっとあの劇場版ミカドって企画があって、それにこの新サムちょっと使おうかと思ってたんで、はい、ちょっとあの6選手、じゃあこれからも最強の覇王丸としてシャルロットや右京が上がってきてもどうかやっつけてください。よろしくお願いします。はい、じゃあこれからの6さんの活躍にどうかご期待くださいということで、6さん優勝おめでとう、ありがとうございました。じゃあミカド最強の新サムプレイヤーは現在六三の覇王丸ということで、ありがとうございました。大丈夫、もう映ってない、大丈夫大丈夫、 OK、 世界を取った勝利拳ですね、ありがとうございました。あー、ごめんね、いいよ、はーい。いや、六三の覇王丸かっこいいですね。まさかでもあの勝利は暴発だとはね、 D3D の読んだ通りだったっていう狙ってない。MKD ランキングバトルは土日、4月ぐらいまで、まあ、行っていくという10タイトルだったかな、ミカドで人気の10タイトル、全日、モエジャス、ブリキ、モエプロ、ガロスペ、シンサム、ショサム、ザンサム、あとなんだっけ、キンニグマン、なんかその辺でしょうか、そんなもん感じですね。まあ、この辺のタイトルを、毎週週末ね、4月までね、あとモエプロかやっていくというような企画になっております。実はですね、これ、上位入賞者をですね、劇場版ミカドという企画でちょっとこう出演してもらおうかなと思って、やってる企画でございました。劇場版ミカド、はい、まあ、詳細はまだ伏せますけど、はい、まあ、そういう企画があるんですよ、秋ぐらいに。なので、それまで、どうか皆さん上位に食い込めるように頑張っていただければなと思いますね。新サムライスピリッツは D3D 君が、かなり解析を進めていてですね、初代サムライスピリッツやザンクロ無双剣以上、いや同等またはそれ以上にこういろんなネタ、攻略が満載で、まだ分かってないことなんかもいろいろあるらしいんで、今からでも間に合う。 D3D 君が優しく教えてくれます。ミカドでぜひ、毎日稼働してますので、ぜひ、お近くに寄った際には遊びに来てほしいかなと思いますね。僕が主演の映画じゃないです、プレイヤーさんです、よろしくお願いします。ミュージカルです、歌いながら対戦します。はい、はいはい、というわけで、明日の告知、22日、ストリートファイターのど自慢というイベントを、高田の馬場のマクドナルドの地下の、
ライブカフェモノっていう場所で、モモでしたっけ、あそこでやりたいと思います。16時30分、会場、17時スタート、ストリートファイターのど自慢勢による、ゲーマー最強の、ボーカリストは誰だということで24人の男たちが集まってくれました、皆さんで酒かくらって、飯食って、バンバン歌で盛り上がりましょうということで、どうか、お近い、見にしたい、応援しに来たいという方は、入場料2000円となっておりますので、当日券も、あと6枚ありますので、若干ありますので、はい、よかったら遊びに来てほしいかなと思いますね。ですね、まあいろいろ優勝すると楽しいことがあるということで、そちらの方もぜひお楽しみということで、ちゃんと豪華優勝賞品、そうですね、ハメ子に会えます明日。はい、一応月曜日ストリートファイターカーニバルがまだ今月あと1週間残ってます。23日の月曜日、8時より、ジャイアントグラム2000全日本プロレスとね、ティンクルスタースプライズの、大会が8時より行われます。よろしければぜひご参加のほどよろしくお願いします。火曜日の方はダライアスバーストの対になっております。ルールはまだ未定です。そしてですね、25日の水曜日、16ショッツという、バーから、僕の池田ミノロックのそんな感じでお願いします。第2回モエプロ勢のノーフューチャーをゲストに、お送りしたいと思います。16ショッツまで、実際来てもらえれば、配信収録に立ち会えますし、一緒に飲むこともできますんで、飲みますね、8時半ぐらいからですかね。よかったらぜひ16ショットの方に遊びに来てほしいかなと思いますね。というわけでございまして、あと1週間2月頑張っていきたいと思いますので、どうか今後、ミカドをまだまだよろしくお願いしますということで、もうなんか3月の予定出ちゃいました。3月の予定いろいろ出ましたけど、はい、3月は結構シューティングメインな、と思わせて、はい、ちゃんと金曜日とかには大会仕込んでますので、詳しく発表をお待ちくださいということで、よろしくお願いします。格ゲーの大会もね仕込んでるんで、格ゲーファンの皆さんはどうか大会、発表をお楽しみにということで、というわけでございまして、ランキングバトル第1回6選手が勝利ということになりました。あと2回、予定の方は、ミカドのブログツイッターの方でチェックしてください。じゃあ審査部ランキングバトル第1回以上終了、ありがとうございました。よかったら野じゃやさんで書いてください。ありがとうございました。2本目勝負。